送電灯の未明、続きからやっていきましょう。前回は宿がないというね、未明さんのために宿が、まあ連れてくるっていう名目で、まあ本当だと思うんですけど、連れてくるということで、宿に連れてこられたのは海が間近に迫った一軒の家だったと。さっきが田んぼだったからね、結構なんだろう、島の中心かどうかわかんないけど、まあ陸地側だったのが次は海になったんだね。この島には砂浜のようになだらかな海岸はなく、切り立った荒いソリンかながあるばかり。へえ。その家は海から登ってくる風に吹かれて少し心細げに立っていた。じゃあどうやってここに来たんだ。船どっかつけるとこあんのかな。そろそろ夕日が差してこようという刻限。家の前では小さな子供が、ほうきを片手に、ぼんやりと海の方を眺めていた。子供がいるのかい？このうちの子なんだろうか。7つ8つほどの娘が立つ姿は、遠目に見ると、やけに物寂しそうだった。けれど、振り返って宿の姿を見た娘は、表情を明るくして、元気にこちらへかけてきた。知り合い子。宿ちゃん。ちゃん。そういう関係なのか。かわいいね。なんかこう見ると家族みたいだね。いつ帰ってきたの？娘は弾む声でそう言うと、嬉しそうに宿に笑いかける。宿も笑い返して、娘の頭を撫でた。それは見るからに乱暴な仕草ではあったけれど、娘は気にした風もなく、楽しそうにしている。ひとしきり笑った後、娘はふと、私の方を見た。お客様？大きな目をまばたいて、首をかしげるので、こちらも背を正して礼をする。未明という、お初にお目にかかる。こちらが名乗ると、娘は礼儀正しく頭を下げた。この家の娘、花と言います。年の割にしっかりとした物言いで名乗り、娘は宿を見上げる。宿ちゃんのお友達？違う。いつか俺が食う女だ。女に対して食うって言うとね、別の意味聞こえるからやめようね。ヤトは笑ってそう答える。すると娘は不思議そうに今度はこちらを見上げるので、お友達ではないよ。いつか私が撃ってしまうから。多分、ものすごい方法で。と答えたが、ますますわけわからない顔をされてしまった。よくわからないけれど、本島からのお客様だね。うちへお泊まりに？ああ、止めてくれるかい？娘は小気味良い調子で問う。宿を生業にしているのではないと聞いていたが、娘は慣れた様子だった。私のようなものを止めるのはよくあることなのかもしれない。止めてもらえるとありがたい。その、あまり宿賃は多く払えないのだが、手持ちのものが少ないので申し訳ない気持ちでそう言うと、娘は笑って首を振った。うちは宿じゃないからお金はいらないよ。いいの？その代わり、掃除とか洗濯とか自分でやらなくちゃいけないんだけど、それにちょっと人遣いが荒いかもしれない。言ってたね、重いものを持たされるんだっけ。娘は困ったように苦笑する。そういえば宿もそんなことを言っていたが、金も払えないような客を泊めてもらえるのだから文句などありはしない。お世話になる。もう一度深く頭を下げると、娘はそれは嬉しそうに笑った。きっと、さっと私の手を取ると、軽く引いて家の中へ先導する。じゃあ、上がって。ヤトちゃんもどうぞ。そう明るい声で言い、娘は、しおり戸を開けて、前庭っていうのかな？に入る。玄関先は小さな玉砂利が敷かれ、飛び石が点々と家の入り口に向かっていた。和風だね。子供の歩幅には少し遠いように思う飛び石の間を娘は跳ねるように行く。娘に手を引かれるままに石を越えていくと、家の入り口である木の引き戸にたどり着いた。今は母さんが留守にしてるから、あまりおもてなしができなくてごめんなさい。戸を開けるとき、娘は申し訳なさそうにそう言った。この
間取りはフリーの素材なんだね。あのゲームを思い出すね。玄関をくぐると先は土間になっていた。娘は草履を脱いで先に上がり、手を伸ばして私の傘を受け取ろうとする。ああ、そのこれも部屋に持って上がってはいけないかな。とても大切なものなんだ。そう断ると娘は心よく了承してくれた。上がりかまちで草履を揃えて立ち上がり、ふと顔を上げる。先に上がった宿は大刀でいいのかな、大刀かな、太いだと太刀なんだけどね。右手にすでに廊下の先の方まで歩いていた。他人の家だというのにふてぶてしいと思うけれど、短い付き合いながらかしこまってか、緊張している宿というのは想像しにくいので当たり前のようでもあった。玄関からは板張りの廊下が奥へ奥へと続いていた。古くなってきしんだ板が歩くたびにキュッキュッとなる。年月を重ねた床板や柱は元の木の色を通り越して鈍く暗い黒色に光っていた。きっと毎日丁寧に磨かれているせいのもあるのだろう。この部屋を使ってね。立ち止まった娘が廊下伝いの部屋の障子を上げてそう言う。通された部屋を見て思わず言葉を失った。いい部屋だね。これはちょっと。そこは20畳以上あろうかという広い部屋だった。一人で使うにはあまりに贅沢すぎるように思う。こんなに広い部屋に入ったことなど、お寺の本堂ぐらいしかなかった。ダメかな？娘が心配そうに聞くので、慌てて言葉をつなぐ。いや、ダメじゃないよ。けれど、私一人にはもったいない。でも、ヤトちゃんは前にこの部屋を一人で使ってたよ。娘の言葉を聞いて、信じられない気持ちで、ヤトの方を振り返る。気にするな、花坊。こいつ、ちょっと貧乏症なんだ。そうなんだね。ううん。この部屋以外だと、2階の4畳半の部屋しかないけれど、そこで十分だよ。むしろ、この広い部屋でポツンと寝るよりは、4畳半の方がずっと良かった。まあね、広い部屋落ち着かないよね。やはり自分は貧乏症なのだろうか。複雑な気分で、急な階段を登る娘の後をついていく。襖を開けて通された部屋は、物があまり置かれていないせいで、思ったよりも広く感じた。畳は日に焼けて汗せていたが、きちんと掃除が行き届いて気持ちがいい。どうしてわざわざ狭い部屋で寝ようとするかね。一等に部屋の中へ入り込み、窓からの景色を眺めながら宿がぼやく。障子と板戸を開け放った先には海が見えた。波が岩に当たって高く砕かれ、雪のように白く散る様は少し恐ろしいが見事な景色だった。広い部屋で寝るのは頭の上や足元とか心もとない気がする。と興味なさそうに答え、ヤトは障子を閉めた。あまり開け放していると部屋の中が塩臭くなるようだった。ああ、それはあるね。あの、部屋の入り口でこちらを伺っていた娘が言いにくそうな様子で声をかけてくる。どうした？さっきから気になっていたんだけど、ヤトちゃんとミメイちゃんは今まで何をして遊んでいたの？遊ぶ？は？二人ともすごく汚れてるんだけど、ああ、特にミメイに関しては、あれだもんね。血がついてるんだよね、まだね。指摘されて、改めて自分が化け物の血で汚れていることを思い出した。ヤトは獣の血をかぶっただけだが、私は転んで泥までついている。途端に気持ちが悪くなって顔をしかめると、娘が気を利かせて、声をかけてくれた。お風呂を炊こうか？優しいね。ありがとう。いや、でもいいよ。どこか水が使えるところがあれば教えてほしい。目の前に大きな水たまりがあるぞ。それを使うんだ。娘の申し出はとても嬉しいが、湯船では溜まった水が汚れるばかりに思える。なんで浸かるんだよ。水で洗い流した方が綺麗になるだろう。
裏に井戸と小さいけれど川が流れているよ。もう日が暮れるから今なら誰もいないと思う。そういった娘に丁寧に着替えまで持たされて玄関から送り出される。表に出ると昼間の暑さが少しだけ和らいでいるように見えた。思えた。ほらヤトちゃんも行って。同じように送り出されたヤトが所在なく立っているこちらを見てついてこいと声をかけてくる。家の裏には濃い竹やぶになっていた。井戸はすぐに見つかったけれど、ヤトはそちらには行かれず川を目指しているようだった。小さな島に川があるんだね。日が暮れたといえあの辺はまだ人が通りかかる。竹やぶに踏み入りながらヤトはそう言った。人。川へたどり着くとヤトは小さな流れを飛び越え、じゃあなと背を向けようとする。あれ、帰るのか。声をかけるとヤトは苛立ったように振り返った。わざわざ人気がない方に連れてきてやったんだ。俺がいたら意味がないだろう。そう言われ自分が抱えている替えの着物を見、ああそうかと納得した。あ、そういうことか。なるほどね。納得したら下で居心地が悪くなる。常に表情の乏しい自分のことを動揺も表に現れにくい。案の定ヤトには何事も感じなかったようで、久しぶりに家に帰るんだ。家の中がどうなっているか気になる。以前コソ泥に荒らされたことがあるし、こんな島でもコソ泥がいるんだね。とその時のことを思い出したように、凶悪そうな面相で言う。花ちゃんに挨拶をせずに行くのか。ヤトを見て喜んでいた娘の様子を思い出すと、急に帰ってしまっては寂しがるのではないかと思う。引き止められると帰りにくい。人間味があるね。困ったように肩をすくめてヤトはそう言った。そうか。向かうところに敵はないようなヤトでも苦手なものもあるらしい。無理に止めるわけにもいかず、竹やぶの向こうに消えていくヤトの姿を黙って見送った。すっかり体についた汚れを洗い流して帰路を行く。日はとうに暮れ、あたりの草むらから虫の鳴く声が聞こえてきた。貸してもらった下駄の刃が玄関先の飛び石に当たってカランカランと涼しい音を立てる。声をかけて家の中に入ると、廊下の奥からいい匂いが漂ってきた。誘われるようにふらふらと廊下を進んだ先に、台所で料理をする花ちゃんの姿があった。えらいね。おかえりなさい。あれ、ヤトちゃんは？先に帰ったことを告げると、花ちゃんは素直に残念そうな顔をする。なるほど、この顔で引き止められてはなかなか帰りづらいだろう。困ったようにしていたヤトを思い出して納得した。ヤトちゃんも夕食を食べていくと思ってたくさん作ったんだけど。と、花ちゃんは柔らかく湯気を上げる鍋の方を見る。何を作ってくれたかはわからないが、とてもいい匂いがした。平気だよ。私がいただく。でも、すごい量だよ。どれぐらいなんだろう。ヤトちゃん、たくさん食べるから。大丈夫だと思うよ。私もたくさん食べる。驚かないでくれな。改めて。可愛い格好してるね。ミメちゃんね。間違えた。冗談だと思ったのか、花ちゃんは小さく笑った。そして、慣れた手つきで、鍋から汁物を、釜から炊けたばかりのご飯を茶碗によそってくれる。あとは、里芋の煮つけと、茄子の漬物という、
有効かな、なんだろう。花ちゃんは急いで作ったことをしきりに詫びた。とんでもないと思いながら、とろけそうに甘い匂いの里芋を箸でつまんで口に運ぶ。温かいものを口にできることはとてもありがたかった。おまけに味も申し分なく美味しい。すごいな。私が小さい頃は満足に握り飯も作れなかったけれど、それはどうだろう。握るだけだよ。感心してそう言うと、花ちゃんは照れたように笑う。母さんが今日みたいに時々家を留守にするのね。そういう時は一人で夕飯を作らないとお腹が空いてしまうから。そういえば家に案内される時も母親が留守にしていると言われたような気がする。仕事で留守にしているのか？そう。母さんは船を渡す仕事をしていて、この辺の海は流れが複雑だから、母さんみたいな人が波を読んで安全に船を渡すの。ん？これってあれか、未明と同じような力を持ってるってことかな。時々本島と行き来するから、そういう時はしばらく家を留守にする。大変な仕事だな。うん、でもお仕事はみんな大変だよって母さんは言う。そう言いながら、花ちゃんは空になった湯飲みにお茶を注いでくれる。その甲斐しい仕草を見ながら、ふと父親の姿が見えないことに気づく。二人で食事をしている部屋には私たち以外に人の気配はない。障子越しの他の部屋にも誰かがいる様子はなかった。ねえ、ミメちゃんは何をしにここに来たの？え？突然話を振られ、思わず口どこもる。外から人が来るなんて本当に珍しいんだよ。前にてっちゃんが来てからもう1年ぐらい経つから、それ以来だね。てっちゃん？出川か？うん。鳥居さんのお屋敷に居候しているおじさん。おじさんって呼ぶと怒るから、てっちゃんって呼んでる。本当は鉄平だか、鉄郎だったか、忘れちゃった。てっちゃんも最初はこの家に泊まろうとしていたんだけど、家に住んでいるのが私と母さんだけだって聞いて、やめたみたい。でも時々。というか、ほとんど毎日、野菜とかを持って、うちに来る。てっちゃんはね、母さんが心配なんだ。と言って、花ちゃんはおかしくて仕方がないというように笑った。てっちゃんは、島のお社とかお堂を調べに来たみたい。あとはあの鉄の塔とかね。ミメちゃんは何をしに来たの？私は、コゴリキを倒しに。正直に言ってから少し後悔する。コゴリキと聞いたとき、花ちゃんが怯えたように小さく肩を震わせた。ダメだよミネちゃん。言い慣れてるから。ミメちゃん、大きな目を不安げに細めて、花ちゃんはこちらを見る。ミメちゃんはここに来たばかりで、よく知らないから、ここを見たらすぐに逃げなくちゃいけないんだよ。何も考えずに、振り返らずに、一生懸命逃げるの。倒すなんてダメだよ。危ないよ、と花ちゃんは気遣わしげに言ってくれた。こんなに小さい子から心配されるとは、私はどれだけ頼りなく見えるのだろう。それでも気にかけてくれることは嬉しかった。大丈夫だよ、心配ない。そう答え、花ちゃんを安心させようと笑ってみる。それは自分は心意気には遅れを取らないという意味だったのだけど、花ちゃんは間違って捉えてしまったようで。本当？じゃあ絶対に心には近づいちゃダメだよ、と念を押されてしまった。改めて訂正するのもおかしいので、素直にうなずく。すると花ちゃんはほっとしたように笑い返してくれた。結局、花ちゃんが作ってくれた夕飯はほとんど残らずにいただくことができた。驚かないでくれな、と言っておいたけれど、やっぱり花ちゃんは感心したような、尊敬したような目でこちらを見上げていた。いっぱい食べて尊敬されたいな、俺も。その晩は夢を見た。故郷に雪が降っている。北の果てにあるようなところだから、珍しくはない風景だった。
懐かしく思いながら見ている私の目の前で雪は音もなく降り続く。白く凍った地面が柔らかい色に塗りつぶされていった。私の手には故郷に持ち帰る金子がある。これがあれば雪をかき暖を取り春を迎えられるはずだった。だから早く届けなければと思う。そう思う間にも雪の傘は道を行く人の膝を越え背丈を越え質素な家々の屋根を覆う。早く帰らなければ、早く早く。せく気持ちだけで体はほてるのに、やがて雪は国で一番背の高い杉の木まで埋め尽くしてしまった。もう辺りは一面が白いばかりで、私はどこに故郷があるのかさえわからない。とても悲しくて声を上げたけれど、その声さえ雪に吸い込まれるようにどこへも届かなかった。響かなかった。まぶたを引き剥がすようにして目を開けるけれど、まだ目の前に薄い膜があるようで、驚いて体を固くした。しばらく考え、ようやく眠る前に花ちゃんが蚊帳を作ってくれたことを思い出した。やっと体から力を抜くと、心臓の音がやけに速くなって耳にうるさい。気持ちを落ち着かせるために蚊帳越しの天井をしばらく眺めていた。自分の鼓動の音がゆっくりと静まっていくと、今度は波の音が耳につくようになった。障子越しの月の光に惹かれるように、ざわざわと潮が差してくる音。それは山育ちの私にはあまり馴染みのないものだった。そしてその音に紛れるようにして、絵画の玄関先で小さな物音がする。とっさに枕物に立てかけておいた傘を手に身を起こした。こごりきか。そうでなくても娘一人の家は不用心、不届き者が侵入してくるかもしれない。物音はそれ以上聞こえては来ないが、聞き違いだと思うことはできなかった。そっと部屋の襖を開け、廊下を静かに行く。階段の上に身を潜め、息を殺して絵画の様子を伺った。と、白い団子のような塊が廊下をずるずると行く姿が見える。花ちゃん？思わず声をかける。すると頭からすっぽりと薄い布団をかぶった花ちゃんがこちらを見上げた。私を見て驚いた後、情けなさそうな顔で頭から布団を取った。その玄関の戸締まりをちゃんとしたかを気になって、寒くもないのに体中に布団を巻きつけてそんなことを言う。怖いのかな。でもきちんと閉まっていたから大丈夫だよ。そうか、うん。そう言って笑った顔は少し心細げで、初めて花ちゃんを見た時の寂しそうな様子が思い出される。そう思ったら、このまま自分一人が部屋に下がる気にはなれなかった。階段の上から黙って花ちゃんの様子を伺う。花ちゃんはしばらく迷うようにうつむいた後、みめちゃんと小さな声で言った。あのね、ん？一緒に寝てもいい？と泣きそうな声で言われれば断ることはできなかった。2階の4畳半に布団を2つ並べて横になる。ごめんね、みめちゃん。いや、実は私も怖い夢を見て寝つけなかったところなんだ。それは本当のことなのだが、花ちゃんは私が気を利かせて軽口を言ったと思ったらしい。調子を合わせて軽く笑ってくれた。やがてその笑い声も収まり、静かに波の音に聞き入るように黙る。こういう波の音がするようにね。ぽつりと花ちゃんは小さな声でこぼした。父さんが死んで、母さんも海へ出て、初めて一人で留守番をしておる。波がうるさくて、心細くて、なかなか眠れなかった。うん。布団に入っても、目を閉じるのが怖くて、誰かそばにいてくれたらいいのになって思った。誰でもいいから、すぐそばに行って。そうしたら、言葉を切って、花ちゃんは布団の中で小さな体をますます縮めた。細い肩に強い力が入っていることを、不憫に思う。そうしたら、寝ている私の足元のところに誰かが
スーッと立つような気がしたの。誰かわからない。何も言わない。でも、じっとこちらを見て目をそらさない。息を殺して、足元からずっと私を見ている。怖かったけれど、声も上げられなかった。私は目が覚めていたけれど、そのことを足元にいる誰かに知られたらいけないって思って。そうしたら、きっと恐ろしいことになると思って、必死で寝たふりをした。ざわざわと障子の向こうから波が押し寄せる音がする。それは花ちゃんが感じていた息苦しい不安や恐ろしさの音のように思えた。それはいつまで経ってもこちらを見たまま動かない。でも時々小さな音を立てる。目を覚ませ、こっちを振り向けって。私は長い間ずっと寝たふりをしていたけれど、もう我慢ができなくて大きな声で泣いてしまった。それは怖かったな。何と言ったらいいか分からず、結局花ちゃんの手を握ってそう言った。花ちゃんは布団の中でうなずいて私の手を握り返す。とても怖かった。ヤタちゃんが助けてくれなかったら、私はきっとあのココリキに食べられていたのだと思う。ヤト？うん。その時のココリキはヤトちゃんが倒してくれたんだけど、今でも家に一人でいる時や波の音がうるさい時は怖くて仕方がない。夜、部屋の隅の暗いところとか、天井の角の見えないところから誰かがじっとこちらを見ているみたいで眠れない。そっか。母さんが留守の時はヤタちゃんが内緒で一緒にいてくれる。でも本当はヤタちゃんも忙しいから、あまりわがままを言ってはいけないと分かっているんだけど。だんだん声を小さくしていきながら、花ちゃんはそっと伺うようにこちらを見た。それがあんまり不安そうな様子だったので、落ち着かせようと布団の上から花ちゃんに軽く触れる。では今夜は私がヤトに代わって花ちゃんを守ろう。ミメイちゃんが？ああ。うなずいて、なるべく頼りがいありそうに微笑んでみたが、うまくいったとは思えない。それでも花ちゃんは小さな体に入った力をそろそろと抜いていった。代わりに興味深そうな目でこちらを見る。ん？目をこちらに向けるか。ミメイちゃんはコゴリキが怖くない？ああ。倒せるの？倒すよ。ミメイちゃんはヤトちゃんより強い？無邪気に聞かれて不覚にも言葉に詰まった。嘘でも強いと言ってしまえば花ちゃんも安心するだろうと思うのだが、ヤトにはまだ及ばないかもしれないが、悔しい気持ちで答えるとクスクスと可愛い声で笑われる。そうやって花ちゃんはしばらく笑っていた。まもなくその声も波の音に紛れ、あとは小さな寝息が聞こえるばかりになった。繋いだ手はそのままに、自分も目を閉じる。安らかな寝息混じりに吸盤。波の刺す音にはどこにも不安の影はないように思えた。殺されないといいけどな、怖いな。じゃあ一旦切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。